ジョセフ・クッター、ジョセフ・クッターは、ルクセンブルクの画家である。表現主義に影響を受けた画家である。ルクセンブルクルクの首都のルクセンブルク市に生まれた。父親は、写真展をルクセンブルクルクでは、早くから開いた人物であった。画家になることを望んで、ルクセンブルクの実業学校で学んだ後、ストラスブールとミュンヘンの装飾美術の学校で学び、 1917年から1918年の間、ミュンヘン美術院で学んだ。ミュンヘンでは、ビルヘルムライブルがミュンヘンにもたらした、写実主義のスタイルから影響を受けた。ポスト印象派の画家、ポール・セザンヌに強い影響を受けた後、1919年からミュンヘン分離派の展覧会に出展するようになった。1924年に、 ルクセンブルクに戻ったが1932年まではミュンヘンの展覧会への出展を続けた。1925年頃からベルギーの表現主義に徐々に興味を持ち、ベルギーの美術評論家のリデルに勧められて1926年のサロンドートンヌに出展した。ルクセンブルクに前衛的な美術団体の設立メンバーとなり、1927年にその展覧会に出展した。 ドイツではナチスが勢力を伸ばし、美術の分野にもその価値観を強制するようになって、ドイツの展覧会への出展をやめた。1937年のパリ万国博覧会に出展する作品を描く頃から病気に悩まされるようになり、1941年に45歳で没した。ありがとうございます。